皆さんおはようございます、2017全日本モトクロス第、3戦中国大会会場のグリーンパーク後楽園です。雲一つどこにもありません。土曜日の朝、7時前なんですが、まだ、大幅リニューアルされた、グリーンパーク後楽園です。今、スタートゲートを、ラムソンジャンプの上から見ています。注目、まずスタートして、ここラムソンではなくこの下、今ライダーが下見をしている、ラムソンのいわゆるインフィールド側に、1コーナーが新設されました。ダンロップのヘーベルがぐっと並んでます。そして、ラムソンを越えた、向こうの谷川へ一度降りるんですが、その上りに、ステップアップジャンプがあって、そのまま180度もう一度降ります。で、下って降りて、KYB の鉄塔がある、ところへ、これだから飛んで飛び出してくるようになるんですよね、向こう側から見るとね。で、従来のインフィールドって言いたいんですけど、ここもすごい変わってます。いわゆるダブルではなくてキャメルだとか、こう一個一個のジャンプがみんな形状が違ってますね。そして、今度最終コーナーへ向かう、いわゆるスタートフィニッシュしたのなんですけど、ここはいわゆるロッカーズというかウェーブ、フープスよりピッチの大きなジャンプで、テーブルジャンプで、1回下へ降りて、でこの先にどうもフープスが、実は作られているらしくて、で最終コーナー立ち上がってフィニッシュっていうレイアウトになってます。